ホセマヌエル・ミハレスは、ベネズエラ・カラカス出身のプロ野球選手。左投げ左打。2002年に、ドラフト外で、ミネソタツインズに入団。2008年1月に、帰省先のベネズエラで、自動車事故により左肘を骨折。6月27日に、ルーキー級のガルフコーストリーグで復帰。その後、ATBA 級のフォートマイヤーズ、A 級のニューブリテンエと昇格。 請求難を克服し、セプテンバーコールアップでメジャー昇格。9月13日のオリオールズ戦でメジャーデビューを果たし、メジャー1年目のシーズンを10試合の登板で防御率0.87の成績で終えた。2009年春開催の第2回 WBC でベネズエラ代表の候補にもなった。同年のレギュラーシーズンは開幕をトリプル A 級ロチェスターで迎えた。 ロチスターで5試合の当板を無失点に抑え、4月20日にジェシー・クレインの故障者リスト入りに伴い、翌21日にメジャー昇格を果たした。71試合の当板で防御率2.3427ホールドを記録。2011年12月12日にノーテンダー、FA となった。2011年12月21日に、 カンザスシティロイヤルズと92万5000ドルで1年契約を結んだ。2012年8月6日にウェーバーでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。この年初めてワールドシリーズを経験した。2013年開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出された。オフの11月26日。 ハビアー・ロペスの再契約に伴い40人枠から外れ FA となった。2014年1月24日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだが3月23日に放出された。12月14日にシンシナティレッツとマイナー契約を結ぶ。2015年3月23日に自由契約となる。オフはベネズエラのウィンターリーグでプレー ありがとうございます。